では今日の特集です、はい、いよいよ明日に迫りました新潟一番全国グルメフェスティバルの開催。我々新潟一番のアナウンサー陣で実は全国各地のグルメを一足先にお取り寄せをして試食をしてみました。ご覧ください。いいな、堀さんも食べましたよ。さあいよいよ明日から始まる新潟一番全国グルメフェスティバル、直前企画の実況は私大島が担当いたします。今回はアナウンサー食べたいグルメと題しまして、各アナウンサーが気になるグルメを一足先にお取り寄せ。今回のスターティングメンバーはこちらです。これから登場するお店の方には一人で商品を紹介していただいております。こちらからも目が離せません。それではキックオフ。さあまずは兵庫県から、こだわりの一杯そのままに冷凍ラーメン専門店が初登場。皆様こんにちは。有名店の味をそのままお届けする通販 EC サイト麺ジョイの山田です。麺ジョイは製造から発送まで一貫して行うという業界でも珍しい運営方法のサイトとなっております。店舗様が弊社キッチンに直接製造しにいただける環境がありまして、レシピの考案も含めてしっかりした味作りができるのが特徴となっております。今回新潟伊勢丹で展開する7種類の中からえりすぐりの2種類をお取り寄せ。まずはこちら、大阪は西中島にある味噌ラーメン専門店ラーメン人三原です。中華鍋でラードを入れ、野菜をいっぱい入れて炎を上げて作る味噌ラーメンです。野菜が入って立ち上る火柱、ナイスな火力。出来上がった一杯がこちら、札幌式炙り味噌ラーメン。厳選した数種類の味噌と豪快に炒めた野菜のうまみたっぷりのスープが自慢の一杯です。いやー、ここまでいい香り漂ってきましたよ。さあお次は見るからに濃厚なこのラーメン。大阪のラーメン激戦区福島にある極めて濃厚な豚骨ラーメン、ラーメン小僧です。今回のラーメンは水と骨だけで作る超濃厚なラーメンです。スタジオの日高さん、新潟の皆さん、ぜひ召し上がってください。はい、よろしくお願いします。おかしいと思う。お願いします。さあお願いされてますよ、日高さん。はい、すごい。もうなんかとろみを通り越してドロッとしてますね。この豚の美味しさがギュッとこうスープに溶け出していて、でも全然くどくないですし臭みもない。このスープの旨味を一切邪魔しないすっきりした味わいの麺、ベストマッチです。豚骨極まってます。冷凍とは思えないクオリティ。今日の夕食はラーメンで決まりだ。さあ続いて登場するのは可愛らしいパッケージの中に入っている、おっと半熟級のふわとろ感。広島県からこだわりのクリームパンの紹介を八天堂の実光さんお願いします。新潟の皆様こんにちは、八天堂の実光です。株式会社八天堂は昭和8年に広島県三原市にて和菓子屋として創業し、今年90周年を迎えます。クリームパンはパンと口溶けを掛け合わせ2008年に誕生した冷やして食べるスイーツパンです。ふんわり柔らかなパン生地の中にクリームがたっぷり。いやー美味しそう。ふんわり柔らかく仕上がったパンにこだわりのクリームを入れています。後入れにすることでクリームの水分がパンに移りしっとりとした食感になるんです。さあそんなこだわりの詰まったクリームパンの中から一番人気のカスタードを西辻さん実食。いただきます。柔らかい。もう口の中に入れた瞬間にふわっととろけていきました。中のクリーム甘さ控えめであっさりしてます。なので一つペロリと食べられちゃいそうです。いや上品な一品なのでこれ大人気な理由もよくわかります。お土産にも良さそう。そしてもう一つ、季節限定のあまおういちごジャムもどうぞ。あまおうですか。そうなんです。ダイレクトにいちご感じました。
そしてこのカスタードの甘さといちごの甘酸っぱさの絶妙なバランスいいですね。いやこれ季節限定ということですから、この時期にたくさん食べておきたいですね。季節限定と聞くと食べないわけにはいきません。定番の味と合わせてこの機会にぜひ。カリカリの生地の中で広がるチーズの大地。神戸発チーズが3倍、インパクトもボリュームも満点のピッツァ。新潟の皆さんこんにちは、ピッコロッソのミキです。ピッコロッソは日本全国の百貨店を中心に展開する手作りピザの専門店です。今日は当店のダントツ一番人気商品、ピッコロッソの3倍マルゲリータをご紹介します。特徴はザクザクっとした独特の食感の生地に合わせた通常の3倍量のモッツァレラチーズ、牛乳で作ったミルク感たっぷりの伸びの良いイタリア産モッツァレラにこだわっています。この3倍マルゲリータはそれまでのピザが素朴すぎて全然売れなかったため、オーナーが冗談半分でインパクトを出すためにそれまでの3倍のモッツァレラを乗せたところ大変好評で、あっという間に大人気になった商品です。それでは諸橋さん、熱々のうちにお召し上がりください。生地からこぼれ落ちそうなほどのたっぷりのチーズ、そして上にかかったジェノベーゼソースのいい香り、ではいただきます。まだ伸びる。どういう状況？伸びる。まるでチーズのシルクロードが完成です。見たでしょ？はい、今のチーズの伸び、すごかったですね。これグルメ番長じゃなくてもこうなりますよ。いやそれだけたっぷりのチーズが乗っているんですよ。口の中がとってもミルキーです。でチーズの塩気にトマトのソースの程よい酸味、これが合わさると噛みしめるごとに今度口の中で生地の味わいがね広がってくるんですよ。外カリ中もち、この食感の変化が味わえるんですよ。美味しさ。生地は機械を使わず一枚一枚手伸ばしで作る職人技、空中で伸ばすことで独特の食感を作り出しているんです。ナポリでもローマでもない神戸オリジナルのピザ、ぜひお試しあれ。さあ続いてご紹介するのは、はい、私の大好きなものが登場するということで、大島アナではなく私松本亜美がご紹介していきます。私もここでお役ごめんということですか。はい、ということでバイバーイ。バイバーイ。ここからは松本さんにお任せします。さあ続いて登場するのはこれだ。はい、香ばしく焼き上げた表面の焦げはこのスイーツを語るには欠かせない。うちに秘めるのは見るからに濃厚そうなとろっとしたこのクリーミーさをアピールしている。はい、出ました、熟成冷凍バスクチーズケーキだー。今回新潟伊勢丹サイズに初出店させていただきますチーズケーキ専門店ソウルケーキショップです。九州初のバスクチーズケーキ専門店ソウルケーキショップ、鹿児島に店を構えてから5年、今やバスクチーズケーキのパイオニア的存在となっています。鹿児島創業当時からのベストセラーの製造工程はこちら。とろっとしたこの生地を丸い型に詰めて230度以上の高温で一気に焼き上げていきます。すごい膨らみ。こんがりと焼き上がったケーキを取り出すと、揺れてるの分かります？中が半熟なのが伺えますよね。そしてマイナス30度以下で急速冷凍、冷凍することに美味しさの秘密が。ゴロッととろっとしたハンドメイドだからこそ出せる味わい、解凍後が一番美味しくなるように創業時から独自の熟成冷凍加工でお作りしています。ナイフを温め切ってみると、現れたのはとろっとした滑らかなクリームチーズ。これは食べたい。で食べる
年間およそ5万個製造するというこの熟成冷凍バスクチーズケーキ。こちらを食べるのはいつもラーメン男として活動する佐藤アナウンサー。今日はスイーツを上品にいただきます。上品にですよ。上品上品そこ大事。2種類あるんですけれども、まず1つ目半解凍のもの、そしてもう一つあるのが全解凍ということで、こちら冷凍のバスクチーズケーキをそれぞれお好みに解凍してから味わえるということなんですよ。そう、解凍だから楽しめる食べ方が室温で1時間ほど解凍した半解凍。もう一つはそこからさらに30分から1時間ほど置いて完全に解凍させたもの。見た目はほぼ一緒ですけどね。まずは半解凍のバスクチーズケーキからいただきます。上品に上品言われてたからね。濃厚、うん、半解凍だからまだ生地全体がアイスのような感じに冷たい、チーズの濃厚さ、これクリーミーな感じが癖になりますね。次は完全に解凍したチーズケーキ、違いはあるのか。違いの分かる男か全然違う、より甘さそしてクリーミーさがより際立ってます。半解凍したチーズケーキはどちらかというと甘さと苦味のバランスがちょうどいいといったイメージだったんですけれども、甘さとクリーミーな味わいが絶妙です。これは2種類ぜひ食べ比べしてほしいですね。上品にと言われたのでお上品に紅茶も入れてみましたね。健診のティータイムの始まりです。これは最高な組み合わせティータイムの主役に熟成冷凍バスクチーズケーキが欠かせなくなること間違いなし、サクッとしたクッキー生地からはバターの芳醇な香りが。中に入っているのはたっぷり果肉感のあるみずみずしいジャム。台湾の定番スイーツパイナップルケーキの登場だ。こんにちは、サンニーヒルズです。台湾原種の香り高い完熟パイナップル、生地には新鮮なブランド卵やニュージーランド産グラスフェッドバターを使用し、素材の味を生かした香り豊かなパイナップルケーキです。パイナップルケーキ界のトップに君臨するとも言われるサニーヒルズ。ヒノキの角材に覆われた東京南青山の日本一号店は、あの有名な建築家隈研吾が設計を手掛けました。サニーヒルズのパイナップルケーキに使用されるのは、糖度が一番高くなる夏に収穫された台湾原産パイナップル。なんとも上質なスイーツに仕上がっているんです。台湾茶、ウーロン茶との相性も抜群です。ぜひ皆様のご来店をお待ちしております。いやー、おすすめの食べ方教えていただきましてありがとうございます。優しいスタッフがですね、ちゃんと台湾茶も用意してくれたんですよ。さあ、そしてこちらがパイナップルケーキです。バターのいい香りがしております。ではいただきます。ほら、ちょうどこのつかみ具合もいいですねこの虹のこの感触、ね、いいですよこれね。ではいただきます。あー、このパイナップルの爽やかな香りいいですね。非常にこの生地もね、コクがあります。パイナップルがぎっしり詰まってますから、一本で食べ応えがあります。で、この台湾茶をここでいただくと、合いますね。このパイナップルケーキにはちょっと渋みのある台湾茶がよく合います。どのグルメも光り輝いていましたね。お腹が空いてきました。もう待ちきれません。新潟一番全国グルメフェスティバルはいよいよ明日から開幕。あなたの推しグルメがきっと見つかりますよ。は
はい、各お店の皆さんからやっぱりこうそれぞれのグルメへのこだわりが聞けたからこそのやっぱり美味しさでしたよね、はい、私もラーメンいただいたんですけれども、本当に冷凍グルメとは思えないクオリティでびっくりしました。あの他のアナウンサーが食べてたのみんな食べたくなりましたよね。そうです、なりました、私いただいたのは八天堂のクリームパンなんですけど、もう持った瞬間にふわふわだったんですよね、もう一度購入して食べたいです。はい、明日から、ね、始まります全国グルメフェスティバルの会場でいずれも購入ができるということで、皆さんご期待ください。